はい。どうも、こんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのスムンです。今日はですね、夏のパラブーツのモデルを紹介していこうかなと思います。オクテットチャンネル。はい。ということで、今日はですね、ちょっとパラブーツの特集じゃないですけど、パラブーツのモデルを、紹介していこうかなと思います。はい。で、パラブーツといえばね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、フランス発の世界的にね、すごくね、人気のある、ファンの多い革靴ブランドになってます。で、パラブーツといえば、シャンボードしかり、ミカエルしかり、ウィリアムしかり、僕が履いてるね、このポーだったりとか、結構ね、しっかりとしたドレスシューズだったりとか、重ための靴っていうのが、定番ですし、人気なんですけど、夏のパラブーツもね、結構いいんですよね。はい。ということで、今日はですね、春夏に向けてパラブーツもね、ごそっと、うち入荷しているので、今日は一つずつそのモデルの特徴だったりとか、人気モデルみたいなところをね、一気にね、紹介していこうかなと思います。はい。ということで、早速ね、紹介していこうかなと思うんですけど、パラブーツのね、夏のモデルといえば、みたいなのが、大きく一つ、二つ、二つかな。二つあるかなと思ってます。で、その一つが、まずね、こちらなんですよね。これがいいかな。こちら。はい。バースっていうモデルになってます。これは、見ての通り、これはデッキシューズですね。はい。で、このバースは、本当にパラブーツの、夏のシューズではね、僕は一番の鉄板かなと思ってます。デッキシューズなんで、一番の特徴は、このアッパーしかりソールなんですけど、まずね、この靴の形。デッキシューズ特有の形をね、してますよね。一応紐なんですけど、この革紐になってます。で、ソールですね。ソールは、これ水はけがいいソールを使ってます。水はけが良くなるようなソールっていうのを貼り付けてる。この形がデッキシューズの、本家本元の形ですね。これがやっぱり一番、まずは夏のシューズとしては、パラブーツの一番の人気シューズかなと思います。これね、すごい空張りもいっぱいありまして、こういうね、ホワイト、いいですよね。うん。で、これアッパーは、革も、いろんなものがあります。こういうスムースのものもあったりだとか、ここにはないですけど、脂肪がね、入っているものもあれば、こういうスウェード、はい。いろいろとアッパーはあります。で、この靴の、特徴というかね、パラブーツ全般に言えることなんですけど、夏のパラブーツの靴は、基本的にパラブーツ特有のブルームって言われる、白い粉がね、浮き出てる状態みたいな。あれは基本的にないんですよね。なんで、あれがないってことは、逆に言えばオイルないのかななんていうふうに思っちゃう方も結構いるんですけど、そこはね、大丈夫で、しっかりとオイルは入っているので、もちろん革靴ではあるんですけど、ナチュラルなね、防水っていう部分は、しっかりとね、パラブーツのシューズは全部入ってます。そこは大丈夫です。で、このバースの魅力は、なんでしょうね。集めたくなるような空張りと言いますか。はい。いろんな種類があるんですよね。例えば、僕これ夏にはね、すごいいいかなと思うんですけど、ネイビーのアッパー、に、白のソールみたいな。すごい、海っぽい色ですよね。このデッキシューズ自体がね、ヨットのそのルーツがあるので、海なんかにはぴったりなんですけど、こういう色味。で、このね、ソールが変わるだけでも全然違うんですよね。これがネイビーになってくると、もう少し大人っぽくなるし、こうやって白を使うとね、より春夏らしさっていうのはめちゃくちゃ出ます。もう少しシックな、これは茶色、ちょっとバーガンディっぽいようなカラーリング。こんな色もね、あります。本当にね、好きな方はめちゃくちゃこうコレクションしてる方もいるぐらいで、バースっていうのはこういう空張りでも楽しめるし、何よりね、デッキシューズ履くだけで夏らしさっていうのはめちゃくちゃ出るので、この辺はね、外せない一足かなと思います。そしてもう一つ、特に今人気なのはこっちだと思います。これですね。パシフィックです。はい。これはもう、ここ数年は多分こっちの方が人気です。グルカサンダルがね、すごく人気なので、その人気に乗じてパシフィックも年々上がってるかなっていう感じですね。このパシフィックも、やっぱりパラブーツの夏の、シューズという意味では代表的なね、アイテムかなと思います。
これもね、まあ、特徴は見ての通りグルカなんで、この網状になってる靴とサンダルのね中間みたいなところなんですけど、まあ、履いたね写真とか見てもらえばわかるんですけど、かなり大人っぽくなります。はい、まあ、かなりドレスになりますね。なんでね、こうサンダルね、正直僕は全然履かないんですね。夏でもあまりこう素足を見せるっていうのがすごく好きではなくて、あんまり履かないんですけど、まあ、このくらいならいけるかなっていう感じです。結構カバーソックスとかを履いたまんまね履いちゃう人もいますし、すごいね、非常にまあ大人っぽいサンダルっていう意味ではやっぱりこれかなと思います。で、あとまあパラブーツはねしっかりとやっぱりしてて、まず革なんですけど素足で履いてもあまりこうベタつかないような感じで、ソール自体もサラッとしてるし、あとは気持ちこうクッションがあるんですね。うん、なんでこうレザーのサンダルって結構ね履き慣らすまでは痛かったりするんですけど、これは長時間のね歩行も可能にしちゃうぐらい、まあしっかりとクッション性が入っているので。単純にこう歩くっていう意味でもおしゃれだけではなくって実用性もね高いかなと思います。で、あとはこの革の裏側とかですね。うん、これ分かりづらいんですけど、まあこっちとねこのアッパー、これ自体が1枚革になってるんですね。で、この裏じゃないんですけど、この裏もしっかりとねスムースの処理がされているので、その辺も丁寧だなと思います。はい。これがされてなくて裏スウェードみたいになってる革とかあるんですけど、そういうのだとちょっと靴ずれしちゃったりだとか、まあこう擦れて痛いななんてことがあるんですけど、その辺がすごい丁寧になってる。なんでまあこれはね履き疲れないし、最初から履きやすいです。そういう意味では素足で履くサンダルっていう部分ではやっぱりいいかなと思います。うん、で何よりもねこれは革が柔らかいですね、うん。めちゃくちゃ最初から柔らかいんで、まああんまりパラブーツらしさっていうのは実はないのかななんていうふうに僕は思ったりしますけど、サンダルですからね非常に履きやすいです。それもこんくらい。最初から帰りますしね、すごいこれはもう快適に履いてもらえる一足かなと思います。でこれもやっぱりカラバリがね魅力ですね。これは一応ね黒に見えるんですけど、さっきのバースと一緒でネイビーと白のソールっていう本当に夏らしい色です。ちょっとマリン調なね色味ですね。僕が一番好きな色はこれです。でもう少し、シックに大人っぽいのであればやっぱりこっちも人気ですね。オールブラック、はい、黒のアッパーに黒のソール、まあ言うまでもなくこれはシックな感じが出ます。で結構いい色だなと思うのはやっぱりねパラブーツこういう色かなと思うんですよね。茶系のパラブーツはいいなと思います。すごくね表情が豊か、はい、この色がねもう少しこう明るいマロンっぽいものもあったりすれば、今回みたいなこれは一応ダークブラウンなんですかね、うんうん、でもちょっとこうそうですね、赤みが強い、ちょっとバーガンディーにやっぱりこれも近いのかなと思います。でいい意味でこうムラがありますよね、うん、ちょっとこの染めたムラと言いますかね、これがまあ最初から味っぽいですし、履いてくると味になるんだろうなって思うし、まあ、僕なんかは磨くのもね楽しいかなと思います、うん、こういうやっぱ茶系のパラブーツはいいですね。ちょっとこうサファリっぽい雰囲気も出るんで、こういったものもねありかなと思います。はい、次はねじゃあこちらにします。コロって言われるモデルです。これもパラブーツの、まあ、夏のね代表的なシューズだと思いますけど、正直ねこのコロは別に夏だけじゃなくて年間通して結構売れてます。はい、ローファーですね、うん、でパラブーツのローファーといえばアドニス、まあ僕は大好きなアドニスだったりとか、あとはランスって言われるね、もうちょっとこうごっついザ・パラブーツみたいなローファーがあるんですけど、さらにもっと軽いモデルがこのコロっていうものになってます。でこのコロの一番の良さはローファーなんですけど、まあローファーとは言いつつもほぼなんかスリッポンに近いような感じで履けちゃうんですよね、まあ、履いてもらうとわかるんですけど全く硬さないんですよ。革靴特有のちょっとこうまあしっかりとですねしたイメージといいますか、そういう雰囲気が、まあ、良くも悪くもこれは全然出ないんですよね、うん、なんでほんとスリッポンを履いてる感覚でさっと履けちゃいます。で、このねあとはソールが特徴的ですね。ソールはねこんな形をしてます。こんな形ですね、うん、でこのソールは実はねあるシューズと一緒なんですね。それがこちらバースです。はい、うん。全く一緒ですよね、形、うん。何かっていうと、このバース自体は、
まあ、水はけがね、良くなるように、デッキシューズの、まあ、デッキシューズなんで、このデッキのソールを使ってるんですけど、コロっていうのは、その、バースのソールをくっつけて、上のアッパーをローファー型にしたっていう、そんな靴になってます。なので、まあ、デッキシューズの同じような軽さっていうのがあるんですよね。ただ、アッパーがね、ローファーになるので、デッキよりももう少しね、季節感っていう部分はごまかせるし、より綺麗なイスタイルとかにも合わせやすくなります。なんで、まあ、こう、ガチガチのね、ドレスすらに、ちょっとこっちはね、難しいかななんて思ったりする方は、どっちかっていうと僕はコロの方がいいんじゃないかなと思います。コロであれば、スラックスもそうだし、デニムとかでも、まあ、いい意味でね、こう、なんていうのかな、季節感がないと言いますか。あんまりこう季節感出しすぎずに軽さが出るっていう部分では、こっちのね、ローファータイプのコロがいいかなと思います。で、これもやっぱり、カラバリはありますね。これが一応ネイビーです。ネイビーなんですけど、それもこれは一応、濃いネイビーを使ってます。で、特徴的なのはこのステッチかな。ちょっと白っぽいね、ステッチが入ってて、まあ、パラブーツらしいですよね。気持ちアクセントになるので、軽さはすごく出せます。で、やっぱり人気なのは、この2色なんですね。黒。はい。そして、これも、まあ、茶色ですね。でもこれもちょっと赤っぽいですよね。やっぱパラブーツの茶ってこうなんですね。こういうダークブラウンと黒。両方とも、まあ本当に、二足あって全然いいかなっていうか、二足あったら最強かなって思います。で、気持ちやっぱ夏っぽさ、季節感出すなら、こういうネイビーもね、ありかなとは思いますけど。まあ、ここは好みに合わせてっていう感じですかね。まあ、よりシーズン問わずに使えるのはこっちの頃かなと思います。はい。それではね、次は、このシューズですね。アンバス。です。はい。こんな形をしてます。まあ、モカシンタイプのね、これも楽なシューズになってます。まあ、アンバスは、コロとはね、違って、ローファーとはね、またちょっと違っていますか。コインローファーの形はしてないんですけど、まあ、これも、ちょっとね、綺麗な感じで履く分にはいいかなと思います。ただ、コロよりも、もうちょっとカジュアルな雰囲気っていうのがより出るので、まあ、リラックスしたね、綺麗めカジュアルみたいな感じではありかなと思いますけど、まあ、タイドアップとかで持っていくと、ちょっと厳しいかなとは思います。で、ね、これもやっぱり、楽さ。ここが一番です。ソールもね、結構、まあ、革にもよるんですけど、すごいね、クッション性が、ちょっとこう、あるんですよね。で、これなんかは、特に人気の高いタイプで、アッパーがこう、脂肪になってるタイプ。むっちゃ柔らかいです。この辺もね、めちゃくちゃこんな感じで。めちゃくちゃ柔らかいし、ソールの返りもね、こんな感じで。結構曲がります。で、まあ、パラブースのこのステッチですよね。白いステッチが入っているので、非常にね、まあ、カジュアルな雰囲気にはちょうどいいのかなと思います。これも結構人気の高いモデルかなと思いますね。はい。それではね、次、最後です。最後はね、ちょっと面白いものを紹介しましょうかね。こちらですね。こういう形。これ、アンシルって言います。はい。これは、まあ、見ての通りなんですけど、スリッパです。形はスリッパ型になってます。で、アッパーの形っていうのは、この、アンバスと、ほぼ一緒。なんでこう、アンバスの形に、ここのね、かかとをなくしちゃったみたいなシューズが、このアンシルになってます。はい。これはね、ほんとここ数年、こう人気なんですよね。まあちょっとこう、ローファーでも、なんかこう、スリッパみたいにね、履けちゃうようなやつとかね、結構他のブランドさんで出てたりするんですけど、まあなんかそれに近い感覚で、結構ね、だらしない。雰囲気も出ず、非常に履きやすい形になってます。もう全然これ外履きでね、履いてもらって OK です。で、まあデニムとかね、T シャツとかのカジュアルな雰囲気でもちろん合うんですけど、このね、パラブース自体アッパーも結構綺麗だし、何よりもね、このベースの形は結構綺麗な形をしているので、スリッパなんですけど、あえて、こう、スラックスに、まあポロシャツとかで抜け感出すためにこいつみたいな使い方が意外とね、かっこいいんじゃないかな。思います。これは、スリッパにしては、
まあ元々のベースがねクスナラもあるんで逆に結構しっかりしてるんですよ、うん、それもそこそこ厚いしこの、まあ、インソールも気持ち、まあ、柔らかいんですけどしっかりとね硬さのある柔らかさといいますかこう踏んでいくと柔らかくなるような感じでアッパーも、まあ、これはスムースなだからもあるんですがそこそこねしっかりとしたアッパー使ってるんであんまりこうスリッパみたいにペタペタなる感じじゃなくて歩行感はちゃんと靴みたいな感じですで、まあ、あえて綺麗な感じに少し抜け感出すために合わせるっていうのがこういうシューズのね今年っぽい履き方ではあるのかなと思います。こういったものもねいいかなと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、パラブーツのね夏の代表的なねアイテムっていうのをいくつか、紹介したんですけどまだまだあります。はい、モデルとしてもまだまだあるし空張りも今日見せられたのは正直ほんの一部です。なのでねもっともっといっぱいあると思ってください。で気になった方は概要欄にねリンク貼っておきますのでそちらから、ラインナップをご覧いただければよろしいかなと思います。はい、それからですね、まあ、ちょっと告知になるんですけど、ここのね三好店ではやらないんですがまあ、オクテット名古屋ですね。はい。名古屋店の方で、パラブーツフェアというものをね、開催します。まあ、期間はですね、4月の29日から5月の8日まで。なんで、ゴールデン期間中の、まあ、10日間ですね、限定で、パラブーツのサマーシューズフェアを開催します。で、このタイミングで、まあ、オクテット名古屋ね、ご来店いただければ、まあ、今日僕が紹介したものはもちろん、他の空張りだったりとか、他のモデルも、ごっそりとね、ございますので、まあ、ぜひですね、ちょっと気になった方だったりとか、そういった方はね、服に比べて、まあ、靴っていうのは、よりサイズがシビアです。はい。僕もね、結構この、靴っていうか、まあ、ブランドによってね、全然こう足のサイズ違うんで、まあ、こればっかりはちょっと履いてみないと怖いよっていう方は、ぜひですね、お近くであれば、一度試してみていただけるのがよろしいんじゃないかなと思います。まあ、ごっそりとね、ございますので、ぜひね、見てみてください。お待ちしてます。はい、ということで僕らの動画ですね毎日8時に動画を更新してます。基本的にはこんな感じで、服に関することを話しているのでぜひ、気に入っていただければチャンネル登録の方をお願いいたします。あとですねまあこんな感じでいろんな SNS もやってますのでぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。というわけでムネでした。バイバイ。